2019明治安田生命 J1 リーグ第25節名古屋グランパス対 FC 東京の一戦、今日の会場はパロマみずほスタジアムです。さあ両チームの選手が今入場してまいりました。おなじみの名古屋グランパス、そして首位を走る FC 東京です。グランパスのフォーメーションを見ながらちょっとご紹介していきたいと思いますが、我々はこれ3バック予想したんですかね。おそらくウォーミングアップのところを見ても、ここに出ている後ろの3人で、はい、準備はしてましたから、まあ、3バックで来ると思います。宮原の出場停止などもありました。サイドバックが今不足しているということもありましたが、まあ、こういう並びを予想しました。さて FC 東京はおそらくこの並びで来るでしょう。4バックいつもの通りです。今日の大きな特徴ということはないんですが、長いディエゴ・オリベイラ、さあカウンター炸裂なるかどうかですね。まあ基本的に守備からまずカウンターでしょうかね、できればショートカウンター、はい、まあ、そこから入ると思います。おーっとキーパー、最後は林、曲げて落ちました。ここから先は入れさせないぞという構えですが、どう崩す。成瀬、長い、さあここからスピードアップ、斜めに走っていく、ちょうど今ディエゴ・オリベイラへ、そのディエゴ・オリベイラ倒れる。足はどうでしょう、ペナルティーキック、ディエゴ・オリベイラの突破効きました。決まりました FC 東京、ディエゴ・オリベイラ、しかしランゲラック、うまく残した後に当てましたけど ね残念ながらディエゴ・オリベイラの前に、はい、こぼれてしまいました。一旦はこのランゲラック、ご覧のように足でさばいたんですが、その後です。今3ラインで FC 東京はこれスライドしてますが、あー間を通しました、ジョーンと最後のジョー、すごいパスですね。いや通りましたね。これができてしまうんで、まあ、時に幅がなくてもいいのかなという感じはしますよね。グランパスは今前田直樹が入りまして、成瀬が下がりました。メンバーの交代、グランパスに1人です。長井が行きます。早いですね、スピードに乗りました。マイナスのボールか、それとも自分なのか、渡してシュート、キーパー、追加点は最後は高萩、0対2後半のスタート時、点差を広げました FC 東京。電光石火でしたね、まあ、名古屋のゴールキッカーでしたね、まずこのパスの背後ですね、そしてスピードに乗った永井がここでかわして渡して高萩、ジョーが倒れる、プレオン足元、あーこれチャンスになりました。太田そのまま渡してシグニッシュ、頭よく顔を出してつないできましたが、ゴールの左に外れました。もう一度東京、東が渡したボールは高萩です。リクエストしているのはその三田、三田に来てシュート、キーパーうまく弾けました。これはナイスストップ、ランゲラック、2列目から三田も飛び出してますけど、ちょっと名古屋のはボールサイド穴開いてますね、はい、丸山渡しながら自身前に上がってきました。このクロスボールにジョー、胸、ジョーオフサイドですか、旗上がっています、オフサイド、はい、今長井に変えてというそんな情報も入りました。チャンス、今グランパス強烈なシュート、キーパー取れずに結局1点を返します。素晴らしいシュートになりました。前田の左足、林は後逸、
早くてこうちょっとドロップするボールが林の手元に行ったんですかね。はい、雨も降ってスリッピーもあったのかもしれません。いずれにしても守備範囲内ではありましたが、結局はネットを揺らします。定評のあるそのコーナーキック流れた、そして足上、流れたところに思いっきり左足、そして今タイムアップの笛に永井がガッツポーズ、吠えましたベンチ。得点 1-2 のスコアで FC 東京がグランパスを下しました。首位の東京が3試合ぶりの勝利を得て勝ち点3をゲットした、そんなゲームになりました。